皆さんこんにちは、ベスルンです。今回は桜流の攻略方法について解説します。このボスはギミック中心のボスなので、やり方さえわかれば初見でもクリア可能です。それでは行ってみましょう。最初は風で遠くに飛ばされます。危険攻撃はジャンプでかわし、白い木まで近づきます。頭を雲に突っ込む素振りを見せたら、横の木に移動します。電気をガードし、雷霧をボスに当てます。これを繰り返します。雷は光っている木に落ちてきます。木に移ったら即ガードします。あとはこれの繰り返しです。何回かダメージを与えると、吹き飛ばされ、白い木がなくなるので、白い木が再び現れるまでひたすら耐えます。危険攻撃はガードで防ぐことができます。木が現れたら飛び乗り、雷霧を撃ちます。最後は剣を駆け上がります。ちょっとグロいですが、目に忍殺して終了です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。